か取り。これ12弦なんだよね。これじゃダメ。いやいや、いい。
だから臨場感ないこれともつなげてあの花嫁に行ったの花嫁花嫁は花嫁一生若いみたいやりやすい、結構みんな知ってるし、今竹内まりやブームだし。あ、そうなの？そう。だからアメリカすごいんじゃん。アメリカ？海外で。あ、そうなの。じゃあこっちにしましょう。ダンボも来たしね。達郎のバックの練習が結局出るからライブに。え？達郎のバックの練習を見て。ああ。そうだよ。あとは？あと何できる？じゃあこれ G っていうことで今のいやわかんないえいやいや彼女がだってキーが合うんでしょ今ちょうどよかったですよであのウクレレもちょうどよかったですよ、うん、あじゃあウクレレ入れてやろうねこれね、うん、あの TV で竹内まりやギター弾いてる TV あそうだ、うん、これの TV さっき流れ歌ってるからねそれって後で送ってもらうああ大丈夫このキーでこれあのサイトのスクリーンショット撮ったやつだから。おうおう。わかります。だってコードフォルムはコピーできないでしょ。あの、なんかスクリーンショットだから。あ、これわかんない。今のもう一回やりたいね。ぜひぜひ。ノリがいいもんやっぱ。じゃあイントロマスターしてくれ。2回か。これシールドで全部貼れないな。あれシールド。シールドは。シールド。いや違う違うあれだよ。あこれシールドじゃない？これ。津山くんの。いや俺今日1個しか持ってない。あそう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 。これマイクは、そっちあんの？じゃあそっちに挿して。あこれね。リアでやりたいな俺もウクレレいいな、うん、あ、出てきましたこんなに大きくなっていいね、うん、はい、では行きますか。
you